パトリック・アンソニー・パッド・ジェニングス・オ BE は、北アイルランドニューリー出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。北アイルランド代表では20年以上にわたりプレイし、出場数119試合の歴代最多記録を保持している。クラブレベルでは公式戦、通算1000試合以上に出場している。 息子のパッド・ジェニングス・ジュニアもサッカー選手であり、父親同様に GK としてリーグ・オブ・アイルランドの各クラブでプレーしている。父・ジョンと母・セイリのもと8人兄弟の家庭で育ち、後にジェニングス・パークと名付けられる地元の公園でフットボールに親しむ。11歳の時にシャムロック・ローバーズ FC の u 18チームでプレーした後、 ゲーリックフットボールに専念する。1961年に16歳で、地元のニューリータウン FC のユースチームに入団し、アソシエーションフットボールのプレーを再開する。1963年4月に U-18 北アイルランド代表として UEFAU-18 欧州選手権でプレーすると、 イングランドサードディビジョンのアトフォード FC でスカウトを務めていたビルマックラッケンの目に留まる。5月に同クラブへ5000ポンドの遺跡金で加入し、同月にホワイトシティで行われたクイーンズパークレンジャーズ FC 戦でデビュー。初年度からコンスタントに出場し、1964年6月に遺跡金2.7万ポンドでトッテナムホットスパー FC へステップアップした。 ビル・ニコルソン監督から受けた二度の勧誘を承諾し、トッテナムと契約。1964年8月のシェフィールド・ユナイテッド FC 戦でデビューし、2から0の勝利で飾った。1967年に行われた FA チャリティ・シールドのマンチェスター・ユナイテッド FC 戦ではゴールを記録する。自らのパントキックがバウンドすると、相手 GK。 アレックス・スティップニーの頭上を超えネットを揺らした。1967年の FA カップ、1971年と1973年のリーグカップ、1972年の UEFA カップ優勝に貢献。これらの活躍により、1973年には FWA 年関西優秀選手賞に選出される。1976年にはゴールキーパーとして、 初めてピーフ年間最優秀選手賞を受賞した。同ポジションの受賞者は、現在においても、ジェニングスとピーター・シルトンの二人のみである。1976から77シーズンの結果、クラブはリーグ再開となり、セカンドディビジョニーへの降格が決定する。自身はアーセナル FC へ売却され、後にフットボール人生において最悪の日だった語っている。 13年に渡りスパーズでプレーし、リーグ戦4 7 2 1977年8月からアーセナル FC へ移籍し、1979年の FA カップ優勝に貢献。ノースロンドンのライバルクラブ双方で、同大会のトロフィーを掲げ、グーナーからの支持を集めた。1983年2月26日、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で、 トップチーム通算1000試合出場を達成。ガラッツでの8年間でリーグ戦237試合、公式戦通算327試合でプレーし、1985年に現役を引退した。引退発表の同年、1986FIFA ワールドカップを目指すためトッテナムに復帰し主に、リザーブチームでコンディションを調整する。 最後の出場は1986年1月に開催されたフットボールリーグスーパーカップのリバプール FC 戦となった。同年3月、ネビル・サウスオールが負傷離脱したエバートン FC と契約したアルゼンチン W 杯欧州予選、オランダ戦 u 18北、アイルランド代表として1963年4月の UEFAU-18 欧州選手権でデビュー。決勝ではトミー・スミスらを要するイングランドに0の4で大敗するが、このウェンブリーでのプレーは山を降りてから10日後の出来事であった。この試合が前日のワトフォード FC 一席につながる。A 代表としては1964年十8歳で初招集され、同年4月15日に開催された。 ブリティッシュホームチャンピオンシップのウェールズ戦でデビューし、3から2の勝利で飾った。この試合では、ジョージ・ベストも代表デビューを果たしている。1982年の FIFA フフワールドカップ、スペイン大会では2次リーグ進出に貢献。1985年に一度は現役を引退するが、1986年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会へ向け現役復帰し、同大会でも、 政治 EK を務めた。自身41歳の誕生日に一時、リーグブラジル戦でプレーし、当時の大会最年長記録を更新。0から3で敗戦を喫したこの試合を最後に、代表から退く。20年以上にわたって代表チームの政治 EK を務め、W 杯六大会への参加を含め国際、A マッチには119試合に出場。 これは北アイルランド代表歴代最多出場記録となっている。12月3日にはウィンザーパークで引退試合が開催され、ジェニングスイレブンと北アイルランド代表が対戦した。1993年にオズワルド・アルディレスがフルストッテナム・ホットスパー FC の監督に就任すると自身もゴールキーパーコーチとしてスパーズに復帰。現在は同クラブのアカデミーで、 更新の指導に努めている。また2003年には、選手時代の功績が認められ、イングランドサッカー殿堂入りを果たした。家族と共に、ハートフォードシャーのブロックスボーンに長年居住し、息子は、スパーズ時代の同僚のクリス・ヒュートン、アルディレス、レイ・クレメンスらの子供と共に、スクールに通った。自身の名を冠した感染ホスピタリティ、パッド・ジェニングス・ラウンジを主催している。 とってのむ個人、ありがとうございます。